フーズムはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のニーンブルク、ベーザー軍に属す町村でザムトゲマインでミッテルベーザーを構成する町村の一つである。フーズムはニーンブルク、ベーザーとシュタットハーゲンとのほぼ中間にあたるシュタインフーダー、イや自然公園に位置する。この町は以下の四つの地区からなる。フーズムの最初の文献記録は1250年のものである。 1774年の火災で、1250年混流の、境界を含め村の大部分が消失した。1974年の地域再編の際、ボルゼーレ、グロース・ファルリンゲン、セッシングハウゼンの集落と合併して新たな自治体、フーズムが形成され、ザムトゲマインでランデスベルゲンの一員となった。このザムトゲマインでは2011年に、ザムトゲマインでミッテルベーザーに再編された。 フーズムの長議会は13議席からなる。名誉職の町長には2001年9月9日にフリードリヒ・フィッシャーが選出された。規部は金と赤に左右に塗り分けられた鳥で、その上の主部は左右に分割。向かって、左は赤字に銀の首郎を持つ銀の教会、右は金字に黒いから好き。1200年頃に建造された教会は1774年の 火災で消失し、現存していない。聖夜交尾協会は、1776年から1778年に、現在の形で新たに建設された。この町は、ニーインブルグ、ベーザーからハノーファーに至る、連邦道 B6 号線の南に位置している。ありがとうございます。